い、どうも、アルティメット工房のサミと、しきちゃんだよ。あれ知ってます？あれ、はい、あれといえば何ですか？じゃあ、キンプリ、あれって言ったら今何でしょうか？そうです。キャンキャンの表紙がキンプリなの。で、もう売り切れなの。で、12月号の限定版が発売前から注文が殺到し、予約分が即完売だって。やば。でね、これのね、いや、見てほしいのはこっからなんですよ。はい。理想の女の子の格好。ねえ、やばい、もう地雷感しかない。やばい、今チラッと見てさ、ひろろくんのやつマジやばかったな。で、まあね、本当はここで雑誌の紹介したいところなんですけど、売り切れてて、ちょっと手に入れることができなかったので、うん、ちょっとツイッターでね、はい、いろいろ調べたんですよ、朝から。そしたら、ちょっとこういう、記事が出てきまして。やばいな。なんか、だって一瞬チラッと見たらマジヤマンバみたいなやつ。キャンキャンってどういう雑誌かわかります？さ、大人をみたいな感じで書いてあるやつじゃないの。女性雑誌なんですよ、うん、私がいつもここのアルティメットで紹介している雑誌って、もうジャニーズしか載ってませんよみたいな雑誌なんですけど、うん、はい、今回のキャンキャンって女性向け雑誌なのにキンプリが表紙っていうやつがね発売されたんですよ、はい、人気だからね。いや、人気だからね、うん、で、キンプリは表紙のほか全て恋人目線で撮影され、まるで特別な夜を二人で過ごしているような気分になれるグラビアや、メンバーが理想のクリスマスデートなどを語ったインタビューなど、うん、12ページにわたって登場。すごいじゃん、うん、企画は全てセルフプロデュース、デート服も自らセレクトし、理想の彼女のイラストまで描いて挑んだ仮想デートにメンバー5人の妄想は無限大に膨らんでいるっていう説明があるんですけど、うん、なんか絶対誰かしら童貞だこいつみたいなやつありそうじゃない？というわけで、じゃあ今日はそのメンバーが書いたアンケートと理想の女の子と理想のデートの服装をね、はい、ちょっと今日はしきちゃんに見てもらおうかなって思うわけですよ。はい、マジでやばいから。絶対だって今ちゃってさ、ヤマンバいたもん。まず誰から見ます？まずはじゃあ平野さんにして。じゃあ平野さんいきますね、はい、じゃあ平野さん送りますね。はいはい。じゃあまず究極の2択、デートをするならどっち？そう、まずね、これは、まあ、雑誌を買ってほしいっていうのもあるので、うん、全部は言いません。うん、平野くんが、こう、二択、どっち選んだのかっていうのは言わないんですけど、うん、まあ、何と何があるのかっていうのをね、ちょっと言っていきたいなと思います。うん、まず、憧れのこと、極寒6時間、おわ、苦手なこと、食事2時間、どっちがいい？好きじゃんだったら。いや、まあ、でも、前者でしょう。6時間の方がまだいいわ。え、でも、極寒だよ。正直、うん、あれじゃん、憧れの人と一緒にいたらさ、別に寒くてもさ、うん、こう会話をさ、こうなんとかやればさ、あ、なるほど、耐えれるじゃん。苦手なこと食事2時間はきつい。耐えようと思ったら私割と耐えられるタイプなんだよね。本当に、うん、全然余裕、全然余裕だけど目は笑ってない。いや、怖い。どんな感じですか？食事するとき。そうなんですか？あ、そうなんだ。へえ、あ、確かにこれ美味しいですよね。うん、ありがとうございます。なんかちょっと怖くなってきた。目はでもね、笑ってないので、ちょっとアップにしてみてください。はい、じゃあ次。言葉遣いが荒い子、おわ、うん、食べ方が残念な子。うん。私だったら言葉遣いが荒い方がまだ耐えれるな。もう食べ方汚いと、もうちょっとお付き合いできないよ。今後もね。今後も無理ってな。きついね。うん。確かに。じゃあ最後。携帯をずっといじる子、おわ、連絡が多すぎる子、どっちがいい？どっちかといえばずっと携帯いじってる方がマシ。連絡返すの途中からめんどくさくなっちゃってね、既読無視する。既読無視か未読無視するか、スタンプ打つか未読無視して、ちょっと時間経って既読つけて、あ、ごめん気づかなかったってやる。でもなんかもうここはもう分かってるよね。うん、うん、ここら辺でいいかなというか、うん、まあ、なんとなく終わらせるみたいなとかね、うん、そう、そういうのありますね、うん、はい、じゃあ平野くん理想の女の子を描いてみてって。これ見てね、やばい、マジでこれもうあれだよ、これの顔の人が迫ってきたらマジ事件だよ。でもさ、ロングヘアでもショートでもどっちでも OK って書いてる。イラストハゲじゃん。イラストハゲ。よく笑う子が好きだって。マジ顔にやけてるもんこれ。そうだよね、これ笑うっていうよりかはにやけてるよね。うん、うん、顔の好みは本当にないって、ふくよかでも全然大丈夫らしいですね。にしても輪郭がホラーマンなんだけど。とにかく笑ってる人が好きなので、目がつぶれるくらい笑っていてほしいです。あとは髪質が綺麗な人だとつい見とれちゃうかな。だって、平野推し女子、髪の毛ね結構大変ですからね。髪の毛綺麗にして、
よく笑うと、はい、平野くんに好かれますね。はい、理想の女の子のコーデはこれどう思います？いや、おしゃれだよね。どの辺がおしゃれだと思う？ジーンズにブーツとかってやっぱおしゃんじゃないですか。最近オーバーサイズの服流行ってるじゃないですか、うん、それをピタッとした服にオーバーサイズを服着ると、こう細い人が着るとね、すげえかっこいいんですよ。そういうのをセレクトして着てるのがおしゃれだなって。お、大人っぽい、モノトーンコーデ。モノトーンいいね。割と最近はね、秋とか冬になると割とモノトーンになっちゃう、いつの間にか、うんうんうん、買ってる服をこうクローゼットで見るとなんか全部黒白グレーみたいな今も白だしね。そう、今も白だし、下もチェックのグレンチェックのスカートで、いいね。そう、ラインがこうたまに赤いラインが入ってるっていう、あ、いいですね、おしゃれな服です。はい、全部 GU か H&M です。お、私の服はだいたい GU か H&M でできてる。経済的ですね。そうです。女性がオーバーサイズの服を着てると可愛いなと思うので、冬ならコートが大きめだといいんじゃないですかね。あとは僕の私服がモノトーン多めなので、隣に並ぶとしたら女の子も黒っぽい服の方がバランスいいのかなって。カジュアルよりもデートなら大人っぽい服装の方が僕は嬉しいですねって。まあでも大人っぽければね、あの平野くんの隣に並んでもおかしくないよっていうことですね。そうですね、はい、っていうのが以上、はい、平野くんのでした、はい。次はじゃあ岸くんに聞くかな。オッケー。やばい、イラストがやばい。究極の2択は2問は同じなんだけど、うん、最後バブリー女子オアドケチ女子、どちらがいいですか？お金あるんだったらバブリーでいいんじゃない？でもさ、私結構ケチ寄りなんだよね、うん、正直今が楽しければ別にいいやって感じだから、うんうんうん、あの私は多分バブリー、あー、だからどっちかって言えばバブリーの方がいいな。私使っちゃえって思う金額がちっちゃいからな。例えば1万5千円ぐらいだったら使っちゃえと気持ちになる理想の女の子を書いてみて、見てみましょう。やばい、はい、これ、ま、やまんばマジねえ、もう小学校の男の子が書くレベルで怖すぎるで、見てここ見て、人差し指めっちゃ長くない？人差し指だけ。つうか指ちゃんと5本ある。 あったわ。あるあるある。あーって書いたよ絶対。やばいねえもう怖い、これずっと見てると精神不安定になる、この絵。無造作なセンターパーツロングヘアだって。え、そんな人いる？女優だといないけど思い浮かんだ。あのセンター分けといえば、あの鳴海莉子さんとか。あー確かに、うん、鳴海莉子さんとかが多分いいんだろうね。うん、キリッとしてて少し怖そうって何なの？キツネ目みたいなのが好きってことじゃない？あー、ちょっと性格きつそうな感じの人がギャップがいいのかな。そうそうそう、ちょっと近寄りづらいなっていう人がいいみたいな感覚するね。いい香りが漂ってるよって。でシンプルで健康的な服って何？わからんこのイラストを見る限りノースリーブですよね。ノースリーブとなんかスキニー履いてますねポイントはやっぱオーラですよね。一見怖そうだけどいい匂いがして、髪がなびいてて大人な女性。うん、あ、うん、お、黒髪のがいいのかな、それとも金髪とかそういうのがいいのかね。いやでも岸くん自体があんまり明るい髪の毛じゃないから、あれかね、黒髪の方がいいかね、うんうん。じゃあ最後、理想の女の子のコーディネート、これどうですか？最近流行りのこうストリート系みたいな格好ですね、うん、スニーカー履いてタイトスカートですね履いて。でもさ、この上着ちょっと子供っぽく見えちゃわない？逆にこういう大人っぽい人が着るからいいのかな、うん、こういうコーディネートになんかちょっと崩しみたいな感じでこういうコート着たりとかっていうのはいいと思う。てかあの多分 T シャツがロゴ T だから結構カジュアルだよ、うんうんうん、女子っぽさもありつつカジュアルでって書いてあるわ。こういう服花丸ですラフな感じもありつつスカートで女子っぽさがたまらないんですね。それで動きやすそうなスニーカーだからスポーツも一緒にできそうですし、バランスがいい。デートはカジュアルで来てほしいです。コートがちょっとピンク入ってて差し色になってるしバランスいいっすよね同調を求めていったな。求めて、うん、求めてきてるね岸くんね、うん、はい。じゃあ次、あ、じゃあ高橋くん、はい。究極の2択、デートをするならどっち？連絡なく1時間遅刻、おは1日の予定超きっちり、どっちがいい？私はきっちりかな。どっちかって言ってやっぱきっちり動く方が好きだな。次はここに行く、次はここに行く、次はここに行くって決まってた方があの任せられるから楽。学校で行った修学旅行とかは嫌じゃない？学校はさ自分たちで決めるわけじゃなくてさ勝手に先生たちが決めるからさ あれだけど、割と私はなんかで、ね、予定決まってないでじゃあ
どこ行こっかってなってるのは結構辛いんだよね、うんうんうん、どうしようどうしようどうしよう、なんか決めないとって思っちゃう。そうやって決めてくれる人の方が好きじゃん。好きなの。そう、決めてくれる人か何でもいいよって言ってくれる人がいい。でもさ、何でもいいよっていうやつほどさ、すごい言ってくるじゃん。じゃあ次、はい、理想の女の子を書いてみてどうですか。あ、そうですね、ちゃんと漫画をなんか好きっていう風に言ってるから、うん、上手ですね、まあ、漫画家デビューしましたしね。ね、すごいですよね、はい、奥行きのある目が好き。奥行きのある目って何？彫りが深いってことでしょうね。そういうこと？多分そうです。え、平井堅なのこれ。これで言うと一番イメージに近いのは、あのカリナさんとかが私的にイメージが近いかなって思うわ、うん、タートルネックが似合う。で、髪の毛は長めがいい。長いのね、女性らしいですからね、うん、あとは大人っぽいのがポイント。でもこれ本当にカリナさんみたいな感じだよね、あっち系のハーフっぽい顔の人。ローラとかね。そうだそうだ。あ、これめちゃくちゃローラに似てるわ。滝沢カレンさんとか。あえて描かなかったけど目で訴えられる人が好き。目を見ますね。あとは最近綺麗系の人がいいなって。なんでみんな大人っぽい人好きだね。自分よりこう大人な女性に憧れを持ったりするんじゃないんですか。あー、確かに。はい、じゃあどうでしょう、このコーディネート。チェック系とかさ、多いですね、うんうんうん、あとなんか色が白とか黒とかね、うん、タートルネックだね。これタートルネックが似合うって理想の女の子だから、この理想のコーディネートにもタートルネック入れてきてますね。そんなタートルネック好き？ここら辺がちょっと綺麗に見えるからね、タートルネック。しきちゃんがタートルネック着てて、でそのタートルネックの下にこうネックレスが見えてるのがすごい好き。大人っぽいコートが似合う人がいいなと。チェック柄は自分も好きだし、女の子が着ていても可愛いなって思ってます。足元はパンプスがいいですね。蹴られたい蹴られたい蹴られたい。でもデッドですよね。ヒールだと疲れちゃうかな。そしたらスニーカーがいいです。スニーカーも好きなんで、モノトーンでシンプルな感じが理想。ちょっと待って蹴られたいの？なんか言ってるところ想像ですか？蹴られたいとか言ってそう。あ、言ってそう。首がすごい詰まってくからこう。タートルネック着てんじゃないこれこそ。ねえ、やばい。首が顔の幅より広いってどういうことだ。究極の二択は今までの質問と同じなので省略しまして、うん、理想の女の子を書いてみて。キアが行き届いたツヤツヤの髪って書いてあるけど、これもどうやってもガサガサにしか見えん。やばい、ひじき乗ってる頭に。で次に、肩が出たニットが可愛いね。これ肩が出たんだ。ねえ違う、これ絶対違うじゃん。これでもさ、これ脇まで見えてるよね。でさ、これ完全にさ、ここがないじゃん、ここだから分かるよ、こういう風にさ、ここがないさ服って言いたいんだろうけどさ、こうないよ、こう。日焼けにつけるこれみたいな。そう、最初それかと思った。日焼けスリーブみたいなやつかと思った。やばいですよ、はい、じゃあ次、メイクもネイルもナチュラルが好き。お、しきちゃん今どんなネイル？私今回あのゴテゴテのメンヘラっぽいネイルにした。はい、笑顔はマストって書いてあります。これ笑ってるのかな。いや、もうこれ完全に不敵な笑みでしょ。完全になんか獲物狙ってる顔してるもんこれ。でもさ、こんなんで笑われても怖くない？いや、こんなんで肩出してさ、この脇の下と肩出てる状態で笑われたらマジ怖いよ。しかも足すんげえひしゃげてるし。どったのって感じ。じゃあ理想の女の子のコーディネートを見てみましょう。はい、はい、やっぱみんな黒だね。黒だね。黒やっぱ無難だからね。ね、うん。でも神宮寺くんは白じゃなくて今回ベージュを選んでますね、うんうん、でもさ、下スニーカーだよ。スニーカー最近流行ってるからさ。でもこれにはさ、あの、うん、パンプスかブーツじゃない？違うんですよ、最近はスニーカーをどんな綺麗なコーデにも合わせるのがね流行ってるんですよ。知らなかった。私だったらここに足の甲が見えるパンプスを履くかな、うん、あ、それが一番スマートに見えるけどね、うん、はい、じゃあ理想の女の子のコーデ。クールなのが好きなので全体的に黒いコーデです。このロング感もいいですよね。まあ、確かにロングコート流行りですからね、うんうん、ボトムスはワイドパンツよりもスキニーでスッキリ見せてほしいかな。あ、これスカートじゃなくてスキニーなのね。靴は歩きやすさ重視でヒールよりもスニーカーで、 あと僕めっちゃマフラー好き。マフラー好きなんだね。チェックのマフラーは絶対に可愛いから巻いてきてほしいです。マフラー可愛いよな。じゃあ最後、永瀬くん。はい、永瀬くんの二択はまあ同じですね、うん、はい、じゃあ理想の女の子を描いてみて。ねえ、やばい、もうなんか This is Halloween This is Halloween 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 って感じ。これいたよね、ホンテッドマンションにいるわ。これどこら辺にいるの？あの
ボッてさ鼻から出てくるやつあるじゃん。あれあれ、なんかもはや何だったらそれ描いたんじゃないかっていうぐらい似てる。前髪が上がってるロングヘアが好き。可愛い系よりも綺麗系の方が、でほくろがあるのはいい。メイクはナチュラルで。ナチュラルすぎませんこれは。いやもうこれはすっぴんですね。眉毛描いてないですね。それかもう何だったら目と眉毛がくっついていますね。これ眉毛なのかな、二重なのかな。二重っぽいけど眉毛描き忘れちゃったのかな。眉毛描き忘れちゃったかもしれないね。あ、ほくろがあるのがいい。だってしきちゃんほくろあるじゃん。私ここにね、あの化粧で潰れちゃってから上から描いてるんだけど、本当にもうほくろあるんですよ。お、じゃあ永瀬くんのドンピシャのほくろじゃないですか。でもね、前髪上がってるロングヘアはねできないんですよ。おでこ広いからね、顔がねもう長くなっちゃうんですよ。まあでも可愛いより綺麗系じゃないですか。綺麗系ですかね。じゃあ次、理想の女の子のコーデはどうでしょう。なんかようやく黒じゃなくなったねっていう感想しか出ないんだけど、このくらい良くない、ちょっとデートだったら。あー確かにね。うん、ロングカーデがいいですね。結構茶色系でまとめてて、カバンとブーツだけ黒っていうのがまたいい、おしゃんですね、うん、シンプルで大人っぽい感じが好きです。で足元もヒールの方が可愛いなって思いますね。俺の私服は黒とかが多いんで、あれですね、平野くんも一緒ですね。うん、同じだね。で相手の子もベーシックカラーでまとまってるのが20もある、うん、ロングスカートなのもポイントで、短いスカートあんまり好きじゃないんですね。で制服だけは短いのがいいけど、おっさんじゃんもう感想で、基本スカートの丈は長い目派です。みんなあれですね、あの大人っぽい人が好きなんですね。そうだね、大人な女性が好きみたいなので、うん、ちょこれを見てる皆さんは大人女性を目指しましょう。最後にこれ見てほしいわ。はい、みんなの理想の女の子たちをまとめたやつでーす。やばいね、この人たちがさ正面からさ横になってザッザッザッって歩いてるのを想像したらマジ死ぬんだけど。神宮寺君のホラーじゃないね。これはマジで映画になるわ。はい、というのがね、5人の理想の女の子でした、はい。キャンキャンは今売り切れていて、次はね、確か11月に発売する分の予約が始まってるので、はい、もし欲しいっていう方がいましたら予約して買ってみてください。というわけで今日はね、キンプリメンバーの好きなコーデ、女の子の理想を紹介しました。以上、アルティメット工房のサミとしきちゃんでした。やばい、もうこれだって一番やばいよ、これこれが一番やばい、本当に。誰がやばいの？え、平野くんのやつ。だってハゲてんだもん。ハゲてんの。髪の毛がない。